ヘナを溶かかして、えっと、寝かすこれがあの、まあ、熟成とも言いますけどもあのこれは寝かした方がいいのヘナを水に溶かして寝かした方がいいのか寝かすとしてはどれぐらいがいいのかっていうことはもう何度もな実験をしています昔ヘナを使い始めの頃は、まあ、一晩寝かせて、まあ、レモン汁を落として一晩寝かせてみたいな、まあ、話はあ あの聞いてですねずっとあの寝かす一晩寝かすヘナを熟成させるということをまあこれ基本であのずっとやってきたんですけどある時にちょっと待てよとこれ一体どれぐらいの時間寝かしたらいいんやろ一晩なんか、二晩なんかあるいは45時間なんかということをまあ調べようと思って調べ始めてまあ何度も実験したんですけどもこのどうも熟成というのはどうも違うみたいなんですね。力 毛を染める力と熟成はどうも違う。まあ、レモン汁っていうことも言われてたんですけども、これはどうもレモン汁を混ぜて溶かして一晩二晩寝かすっていうのはどうもメンディアート。皮膚に染める方法のやり方。 みたいなんですね紙に染める方法ではそれは必ずしも正しくないあのどうしてもですね一晩二晩寝かせるとヘラのペーストがきれいな茶色になるんですねローソニア色素っぽいその色素が出てきてだからよく染まる実際にこれは皮膚は染まるんですけどこれも紙によく染まるように錯覚しちゃうんですねところがどうも違うこの,あの表面上に出ているこのローソニア色素はそういう状態では必ずしも皮膚に 濃く染まる、あの、髪によく染まるとは限らないんですね。皮膚には染まります。で、実験を何回も何回もやってきたんですけども、えー、一晩寝かせ、二晩寝かせ、熟成させたヘナというのは、どうも髪に染まりにくい。洗毛力が弱っている。それだけじゃなくて、使用感はめちゃくちゃ悪い。臭い。えー、こういうことがどうも、 あの分かってきたので今は、いろんな実験を何度も何度も繰り返しながら今は一晩寝かせたいということはもう最初、間違っていたことを皆さんにいっぱいお伝えしてしまって申し訳ないなと思ったんですけれども今はそれをまあ打ち消してそれは寝かさないようにしてくださいねという,ふうにお伝えはしていますけれども前のお伝えしたことがずっと広がっていてです、ねまあ、一晩寝かせて熟成してみたいな。 それが焼き方がある意味定着しちゃっている部分がありますのでこれはちょっと僕の,あの過去の間違いということで今訂正をしていますヘナは溶かして15分か1時間ぐらいなじましたら使ってください